あ、こんばんはだった。はい、店長です。はい、じゃあパーソナルブレイクですね。ジョンソンさんからご依頼のベストオブバスケットボール、はい、5箱ケース、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ後ろのねテープをいつも通り切ってから見ていきます。よいしょ。はい、じゃあこれからいきます。はい、ベストオブバスケですね。ワンケース5箱です。よろしくお願いします。はい、じゃあ一つ目ですね。よいしょ。はい、せーの。はい、ん、はい、なんだこれは、わかんないまずマジックジョンソンで、その下が、はい、せーの。はい、おお、ジョーダンのインサート、93年のフレアのリビングレジェンド。あ、これあんま見たことないな。リビングレジェンド。はい、9点ですけどね。これ箱 1?7 個1のインサートだろう。ねえ、93年。ジョーダンの、ヴィンテージのインサートですね。93ですから。25年前。はあ、はい、ねえ、店長も年を取りました。懐かしいですね。93年94年、はい、いいですね。かっこいいですよ、やっぱり。冗談はね、になりますね。いいですね。はい、はい、冗談のヴィンテージインサートでしたね、1個ね。よいしょ。はい、二つ目。せーの、はい。おう、おう、店長見えちゃったけどね、ジョストさんも見えてるでしょ。はい。レブロン・ジェームスのボークロの 9.5 です。これ、すごいですね。最近いいよね、ベストオブね。発売当時ね、ここまであまり良くなかったです。言っちゃった。かなり最近いいと思いますよ。はい、レブロンの0304ボーマンクロムルーキーです。 9.5 ですよ、ジェムミント。はい、やっぱいいよね。うん、さっきもちょっとお客さんと話したんですけど、パニーニの箱単価がどん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 上がってるのに、これはあまり変わってないので、かなりお買い得だと思います。はい、じゃあ3つ目、せーの。はい。PSA ですね。はい。なんでしょう。せーの。はい。おお、弁士物オプティックのルーキーキングのジェムミント10。はい。もう今すごいですよね。もう多分これね、入ってない状態でもね、多分60か80ぐらいは eBay でするんじゃないかと思います。で、ジェムミント10ですからね。はい、やっぱね、違いますね、ものがね。はい、大谷君と同じですね。はい、ものが違う。はい、名刺ものね。やっぱあれだけの身長があってね、やっぱ人間らしい体格、体型ね、で、かっこいい、そこですね。はい、4箱目、せーの、はい。お、なんだこれ、光ってるよ。あ、これもしかして、極厚カードじゃないの？違うかな？せーの、はい。極厚エビデンス来た。極厚来ましたよ。1箱50万のやつです、これ。はい、ウェンウェイドです。10の10。
エミネンス。はい。これね、10枚入りぐらいで50万ぐらいしてました。そのカードです。フローレスの上ですね。ブランド的には。はい。全然ありですよ。かっこいいですよ。極厚ですよ。360ポイントの。やっぱ最近いいよな。いいっすよね。最近ね。いいですよ。はい。で、500個目。はい、いきます。せーの。はい。マグホ。やっとマグホっすね。はい。誰でしょうか。マジック・ジョンソンの下。せーの。はい。ズランツォ。はい。まあね、マグホ枠では全然、デュラントだったらありでしょう。1314のフープスです。レデンプションに帰ってきたそのまんまな感じです。はい。やっぱいいですね。はい。で、店頭があと2ケースです。ベストオブ。で、イマキュレも2ケースですね。あとね、在庫が。はい。やっぱ面白いですね。ジョストさんもね、なかなか、やっぱり満足度ありますよね、これね。よいしょ。はい、追加け、あれば、アモアンケース。はい、じゃあ取ってきます。ウェイド。エミネンスってほんとね、10枚入りぐらいだと思いますね。ほんと、ガチで50何万の箱です。じゃあこれ2つ目ですね。もう1年、まあ今後出るかわかんないですけど、1年しか、出なかったブランドです。よいしょ。はい、じゃあ2ケース目ですね。はい、やっぱ面白いね、これね。よいしょ。はい、じゃあいきますね。1つ目、せーの、はい。これは誰だろう、わかんないぞ。はい、行きます。はい、せーの、ほい。おー、ワールドワンのエクスクイジットのジュリアス・アービング、ラリー・バード、ビル・ラッセル。おーすげー、やっぱ面白いな、ベストね。ワールドワンですよ、ワールドワン、ワールドワン、これですよ。店長、ワンボア引いた。はい。ねえ。おめでとうございます。もうワンワンっす。ワンワンですよ。はい。こう、裏あんのかな？あ、ねえか。まあ、トリプルオートです。ワンワン。アービング、ラリーバード、ビル・ラッセルっすよ。おぉ！やりましたね。面白いね、やっぱね、ベストオブいいっすよ。悪いのってケースであんまないよね。ありがとうございます。はいね、すごい。はい、ありがとうございますね。はい、2つ目いきます。はい、せーの、はい。今度は名前が見えちゃってますね。マイケル・ジョーダンの2年目ですね。マイケル・ジョーダンの2年目。PSA のホルダーに入ってます。これ1枚だけですね。はい。よいしょ。
この辺でもね、この間お客さんね、売ってほしいって言うんで、まとめて3、4枚ぐらいロットでまとめて売ったんですけど、eBay でね。400何十ドルぐらい行きましたね、まとめて売ってね。結構やっぱり欲しい人はいますね。店長上がりますか？はい。今日の店長はね、店長してるぜ！店長だからね。はい。はい。3つ目です。はい。さて、せーの。はい。お、ティム・ダンカンのジェムミントです。トップスクローム。これもありですね。はい。ティム・ダンカンは、89でしたっけ？そうですよね。はい。1718か。ティム・ダンカン。はい。トップスクロームのジェムミント10です。はい。かなり初期に入れたホルダーっぽいですね。旧式のラベルですね、これね。よいしょ。いやー、すごいなー。トリプルオートのアバン。ビル・ラッセル入ってるのがすごいですもんね。はい、4つ目です。せーの。はい。お、今度は何でしょう。はい。マジックの下、せーの。はい。あ、ヴィンテージですね。1961年のフレア、トムさんですね。はい。54番。PSA が8です。でも、61年のフレアは、バスケカードの初期の方ですね。まあ、ルーキーカードかファーストカードかだと思いますね。とても綺麗です。8点ついてますからね、61年のカードで。はい。よいしょ。はい。で、5箱目ですね。はい。いきます。せーの。はい。お、9.5 が見えます。何のでしょうかね。せーの、はい。お、ボークロのウェストブルックの 9.5 です。これもありですね。はい。0809ボーマンクロームのウェストブルックの 9.5。はい。っていう感じです。まあ、ね、ウェストブルックの 9.5 十分いいんですけど、これが薄くなっちゃうぐらい、トリプルオートの、ワンワンス、エクスクジットのね。で、ワンケース目はエミネンスもありましたからね。やっぱり全然、なんか、初期の頃と違います。なんかそんな気がします。はい。で、あとワンケースですね。はい。追加があれば教えていただければ、出て開けますんでね。いやー、すごいな、でもね。あ、こんばんはです。はい、了解です。これすごかったっすね、これね。いやいやいや。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、モーアさん。リクエストあれば言っていただければ。ああ、メール今見ました。ああ、ブラック&ホワイトなくなっちゃったんですよ、また。1時間前ぐらいになくなっちゃいました。マスターワークもなくなっちゃいました。1時間ぐらい前に、スターウォーズ、総ざらいされてしまいました。今あるのはテックと、ラストジェダイ。あと、ジャーニー・トゥ・フォースの覚醒とかですかね。スター・ウォーズだとそれぐらいかな。うん。あと、トップスクロームの2015とかですからね。その、うん、その中だったら、パーソナルブレイクでいきますね。ラストジェダイか、テックか、ぐらいですかね。
モアさんどうしいたしますか。一応チャットの方に必要でしたら書いていただければと思います。ブラック&ホワイトはもう、1時間前ぐらいに全部売れてしまいました。ラストジェダイ2箱。はい、了解です。はい、じゃあラストジェダイ2箱ですね。